こんにちは。こんにちは。小原大水佐です。小原のひろみです。イルカの時間です。まあね、ね、人と人の関係、人間関係っていうのはさ、うん、ね、非常に、難しいもんで、まあ、うん、大体人の悩みのほとんどはそこから来るわけだからさ。そうだね、やっぱり人間関係の悩み、うん、まあ、もちろんその経済的な、うん、まあ、経済的なあれもあるし、うん、病気、うん、だよね、うん、だその3つが一番あるかな。そうだな、まあ、将来の不安とかな、うん、なんかいろいろあるよな。仕事がうまくいかないとかさ、うん、でもそのなぜ仕事がうまくいかないかって時に、うん、人間関係でうまくいかないってことが多いわけでしょう。うん、そうだな、うんうん、多分人間関係一番多いと思うね、うん、ね、ね、で結構親子関係とかさ、うん、いろいろあるんだよね、うん、でやっぱりなんかね、そこにはね、許せないっていう気持ちがね、うん、絶対許せないとかさ、うん、そういうのはすごいこうネックになってるよな、うん、だからほらキリスト教だっけか、ほらなんかほっぺたこっちが叩かれたらこっち顔出せとかっていうけどさ、とてもそう思えない時ってあるじゃない、うん、もうそうしてないでしょ、うん、ね、キリスト教を信じてる国だってさ、うん、まあ、個人的にはそうなんだけど、国家としてはな、うん、なんかやられたらやり返してるわけだからさ、もう倍返しだみたいな、なあ、そんなことをさ、そうだよね、やるわけだからさ、ハザードの世界じゃないけどさ、うん、倍返しだっていう、うん、そうそうそう、まあ、うん、いろんな、まあ、裁判なんかもそうだよな、うん、白黒つけて、うん、ということね、うん、まあ、それも大事なことではあるかもしれないけど、何もかもが白黒じゃないからな、うん、グレーってのはあるわけだ。そうだから白と黒の間にもその無限のグレーがあるわけよ、うん、限りなく白に近い、そう、限りなく白に近いグレーもあれば、うん、限りなく黒に近いグレーもある、うん、だってそのグレーゾーンで生きてるわけよ。そうだよな、うん、うん、で例えば私にとって正義であってもある人にとったらすごいいい迷惑かもしれない、うん、逆もあるよね、うん、うん、ね、自分は正しいと思ってることが、うん、実はそうではなかったとか、うん、だからキエがね、ほらピースボートから帰ってきて、うん、そう思った時に何が正しいかどうかとかっていうのは、うん、もう国によって違うっていうことをもう散々分かったと、うんうん、そりゃそうだな、うん、何でもいいんだってことに気づけて嬉しかったっていうね、うん、そりゃそうだな、これ大きいよね、大きいよね、うん、うん、まあ本当そうだよね、うん、これしかない、物の見方によって違うからね、うん、これしかないとか、うん、こうしなければいけないとか、うん、それががんじがらめの鎖のように自分たちを縛っていく、うん、それ自分らしく生きていけない、うんうん、じゃあだからといってこう自由になって本当にフリーダムでさ、うん、何をしてもいいかったらそういうわけではなくて、うん、やっぱり最低限人としてどうするべきかとか、うん、法治国家だから、ね、そうそうそう、それは大事だよね、法律の規定って、いや今自分に進みたいからって赤に進んだら大変なことになるからさ、うん、そのルールを守りながら自分のやりたいことを実現していくっていう、うんうんうん、ここに行くつくしかないんだよね、うんうん、そうだよな、うん、だから若い時に何をやってもいいんだって自由になれたのはいいと思う、でもその自由になれたことが無責任につながるのはまた違うしね、うん、なんか昔のあれじゃん、このヒッピーとかさ、なんかあったじゃん、あの頃ってなんかああいう若者はってみんな大人はさ、うん、しかめっ面をして見てたわけだ、ああそうな、うん、うん、で私はあの頃また子供だったからよく分かんなかったけどさ、うん、でもなんか髪の毛をボーボーに伸ばしてさ、うん、なんか歌を歌うことがさ自己実現だと私も思わないわけよね。そうだよな、うん、いやそういうのが自己実現だって人いるのかもしれないけど、うん、私はそうは思わない。そうだよな、うんうん、でもきちんとした中にも秩序の中にもやっぱり自分らしさっていうのを出したいとそれ思うよね。そうそうそう、 そう、それは大事なことだよな、うんうん、だから大枠がありそこに個人がいるというのも大事だしな、うんうん、でその枠が嫌なら離れるしかないわけだから。そうだね、あの違う枠行く、うん、ところ行けばいいわけだからな、うん、と私は思うんだけど、うん、そうだからその枠一つの枠の中で、うん、俺は俺はって言ってると、うん、俺はもうぶつかるばっかりだから。そうだね、うん、だから他にも世界はあるよっていう、うんうん、だから特にうちなんか不登校、うん、長女もそうだったし、うん、三女もそうだったし、うん、不登校で、うん、私なんかは戦うべきだっていうタイプなんだよね、うん、そうだね。でいじめた方がさ学校に残れてさ、うん、いじめられた方がさ、うん、通えないってこれはすごい私には不条理に思ったわけ、うん、そりゃそうだな、うん、おかしいじゃんって、うん、でも実際はほとんどはそうなんだよね、加害者は残って、うん、そう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 、そうね、いじめられると思うな、あの、うん、学校行きたくないっていうのはあるからな、うん、いや行きたくないんだよ、行けないんだよ、行けないね、うん、だからその子が本当にそこにもう行きたくない行かないって決めたんだったらいいんだけども、うん、行きたいと思うんだったらやっぱり学校はその子の行きたいを尊重して、うん、その子が行けるように、うん、もう最大限の努力をするべきだと思うんだよ、うんうん、そうだよな、うんうん、まあだからそうはなってないからな、その今のあれとしてはな、そうだよね、今までのほら
もう残念ながら福島からね、うん、避難してきた子どもたちが大変な思いしてるっていうのが次々こう出てきてるじゃん、うん、この前では、ね、学校の先生までがさ同じように何々金っていう名前をつけて本当だよな、あれは何だったんだろうなあ、どういうつもりなんだろうな、わかんないね、うん、だからそれも常識が通用しなくなってるし、うんうん、だからもうまあその今のその何とか金は問題にしてもさ、うん、まあ常識だけに縛られてもダメだしな、うんうんうん、だからさ相手がいじめと思ったらやっぱいじめなんだよ、うん、いくら親しみを込めてね、うん、なんかなんだっけ YouTuber のヒカキンだかなんだかって人がいるから、うんうん、それと同じようなノリで金を使う、まあ、それ後付けかもしんないよ、うん、はじめはその先生は僕は言ってないって言ったらしいから、あそう、うん、後付けかもしれない、うん、ヒカキンとか活躍してるダニダニキンっていう人がいるから、うん、あそう、うん、それのイメージで言ったっていうけども、うん、ダニダニキンって言われるのが僕は嫌ですって訴えてるわけだからね、そうだな、でもそれはやっぱり、ね、表現的に出てなかったかもしれないしな、まあ、本人は言ったけども、うん、そこまで伝わってなかったな、そう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 、いやでも、うん、いやよくわかんない、その場にいなかったから不意には言えないけれども、うん、その男の子はやっぱりいじめられたと思って、うん、それもいじめなんだよ、もうそれは間違いない定義なんだよ、そうそうそれはそうだよな、うんうん、うん、そうだからまあその辺はね、うん、まあ当然先生が目配り気配りすべきとこでもあるだろうしな、うん、うん、いやこの辺はね難しい問題だよな、難しい、でも難しいって大人が難しいさじ投げてしまってはいけないわけよ、うんうん、やっぱ大人としてどう取り組むかとかさ、うん、あるわけじゃん、うん、それってやっぱり差別につながる、それいろんな差別がある、そうそうそう、未だに差別を受けている、例えば沖縄だって大変なわけでしょ、うんうん、土人って言われて、いやそれはそういう意味ではないって言われたらああそうですかってやっぱ引き下がれないでしょ、そうだよな、うんうん、だからそういうものがさ今こう表に出てるところでもあるわな、そう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 、だからやっぱりこうみんなこう綺麗事で隠してるところあるからな、うん、オブラートに包んで本心ではなんかどっかで差別したりさ、うん、することはあるわけだから、うんうん、だからそういうものがあると一回本当に出なきゃ消えないっていうのもあるからな、そうね、まあね、うん、消えるために現れるっていう、そう、だ見えない世界ではそれ大原則があるから、ね、うん、でも出し方もあるわな、うん、ああもうそのあからさまに出してもさ、うん、それもまたトラブルのもとだからな、なんか上手に出して上手に消していくみたいな、うん、そんな方があるはずなんだよな、うん、だけどある意味食料法じゃないけどさ、うん、そういうことなのかもしれない、そうだからなんかやっぱりね、うん、石を投げなきゃ波は作れないわけだよ、うんうん、な、だからそういうことも必要な時はあるしな、うん、かもしれない、うん、まあ、当事者じゃない私たちがいくらここでね言ってもさ、うん、あんたたち関係ないですよって言われればそういうことだけども、うん、でもせめて自分の中では相手が、うん、自分の言葉で相手がどう思うかとか、うん、やっぱりのせもこういう仕事をしてるわけだからさ、うん、であなたもやっぱりペンの力ってすごい大きいわけだよね、大きいよ、だからペンの力で傷つく人がいないよ、うんうん、やっぱりそれは細心の注意を払って、うん、これから私たちやっていかなくちゃいけない、それはそうだよな、うん、で何日か前には東京新聞にさ、佐田正史さんのさ、償いという、償いな、うんうん、あれちょっと、まあ、フェイスブックに上げた時に、うん、何人かの方からメッセージいただいたりとかねしたんだけども、これもさ本当に償いきれないような罪を起こした、うんうん、じゃあこれどうしたらいいのかっていう、うん、もう究極の許しとは何かとかさ、うん、そうだな、うん、で私自身やっぱり自分の大事な大好きなおばあちゃんが骨事故で亡くなって、うんうん、これは許さないってやっぱ思うよね、それはそうだよな、うん、でも逆に言うとその人が毎月毎月、うん、ね、月、まあ、それはやっぱり示談に持ち込みたいからっていうのもあるんだけどさ、うん、毎月毎月来てもらって、うん、もう会いたくないっていうのもやっぱあるし、ね、それはそうだな、もう悪いけど顔見せないでっていうのもあるしね、うん、本当難しいと思う、そうだな、うん、だから本当に許しっていうのはね、うん、言葉で簡単に言える言葉だけどさ、うん、ああ本当にそういう当事者になった時に、うん、心の中でさ、うん、すごい葛藤があってさ、うん、ああ頭では分かってるわけだから、うんうんうん、ああこれ究極のテーマだと思うんだよね、そうだな、許しもそうだし、うん、償いもそうだし、うんうん、なんかね、なんかそういう言葉がこう今テレビからもね、うん、新聞とかからも出てきて、うん、本当にどうやって生きてったらいいんだろうみたいなさ、うん、やっぱそれを再構築する時なんかなってちょっと思ったりね、うん、自分自身が ね、 そうだね、で社会もそうかもしれないし、そうなんだ、だからさよく考えてみたら許してないって、誰かを許してない自分っていうのもどっかにあるわけだしな、うん、あるいは
償わなきゃいけない自分もいるわけだし、そこにこう目をね背けて、終わったことにしてしまっている、そうなんだよね、うん、まあそういったものもやっぱり見るときには見なくちゃいけないしな、うん、やっぱり内観があったりとか、うんうん、私はまあ催眠療法っていう形でお手伝いしてるんだけれども、うんうん、やっぱりそういったものも、まあ、橋川先生のね先生のセミナーなんか行ってたけど、うん、定期的に受けて、やっぱりこう自分の中に、うん、なんか残してしまってる感情、うん、置いてきぼりにしてしまってる感情がないかっていうのは、やっぱり確認する必要なんかなって、うん、いやそれは本当大事だと思うね、しみじみ思うね、そうだ、そういうこうなんていうの、大掃除じゃないけどな、うん、そういうことが必要になってくるんだよ、棚押しか大掃除かだね、そうだね、うん、大事だと思います、はい、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。